始まるよ。はい、衛生塾の追記です。今日はマツコデラックスの魅力、これについて語りたいと思います。いい、もう今やテレビで引っ張りだこだよね。今年のなんか4月くらいさんまとマツコのっていうなんか番組ができるみたいだけど、まあ一応置いておきます。マツコデラックス、マツコの魅力、いいね。じゃあまず一つ、人生の辛酸を骨の髄まで味わって、多分ね先生、僕自身のね想像だけど、相当苦労してる人間だと、直感で、はっきりと。テレビに映っているマツコしか知らないんだけど、そのなんか夜更かしにしても、マツコの知らない世界にしても、あらゆるとこ見ても、なんか相当やっぱり苦労してるような感じがする。他のオカマと比べてみてね。じゃあ次いきます。オカマの世界の案から人とは何か学んだと思う。はっきり言って、オカマが人生の道場だったと思う。なんかいじめとかいろんなのあったと思う。はっきり言って、頭がやっぱり結構回転早いんだと思う。そこで妬みやっかみとかいろんなので揉まれたと思う。これがなんかこう歌舞伎町デビュー以前ね、これが歌舞伎町で鍛えられた感じだ。この2つがマツコのキャラのコア、核心、背骨だと、はっきり言うと。それがまずあるね。次いきます。両親への申し訳ない気持ちがオカマとしてまっとうに生きようと決意させてる。これなんか5、6年前かな、ある週刊誌がマツコの両親に取材に行ったらね、でそれがマツコの耳に入ったの。その出版社に、なんで親のところまで行くのよってね、すごい抗議したって。親は関係ないでしょっていうね。なんか そこのすごい怒ったところに対して、なんかマツコが自分の人生のちょっと違う方向に行っちゃったことに対しての親へのなんか申し訳なさね。だからオカマとしてもは人間として同じだから、まっとう、なんかそのまっとうに生きようっていうね気持ちがすごい感じるんだよね。これがテレビ界の中で長続きしている一つの根底にあるわけです。人間としてすごいちょっと持ち上げてるけどね、確かにそうなんだよ。人間としてね、ある程度まともじゃないとね、あそこまで10年以上長続きしないと思うわけだ。これなんですよ。次、テレビからあらゆる情報を学んだ昭和のテレビっ子なんだよ。昭和50年代からねずっとテレビで育ったと思う。だからテレビのことめちゃくちゃ知ってんだよ、いろんな本当。だからマツコの知らない世界にしても、月曜から夜更かしにしても、いろんななんかバラエティ番組でても、なんかそれを全て受けるんだよ。これ多分テレビっ子で、ここの雑学がねちょっと他のオカマと違うところなんだよ。次いきます。オカマのスタンスとしての強さ、ニュートラルね。これ確かね、昔なんだ、深夜番組ね、確かフジテレビかな、新人の女子アナが3人ぐらいマツコと一緒に対談するの。マツコが3人に行くわけ、あんたたちどうして女子アナになったのって聞くのと、女の子たちは、私は人の前で報道とか話すのが好きだよとかね、で私はジャーナリズムのなんとかなんとかとかね、いろんな能書き立ててフジテレビの面接みたいな重役面接で言うようなことをどんどん言うわけで、マスクを聞いてて最後こう返すわけだ。あんたたちそんな綺麗事言ってるけど、本当は女子アナが一番手っ取り早い結婚の踏み台になるからでしょ。あんたたちまず女子アナになって、で将来スポーツ選手か有名俳優と結婚する本心でしょってこうやって言うわけ。これが普通の男性のアナウンサーがそんなこと言ったら、あんたモテないから男のやっかみで私たちそんなこと言ったって揚げ足取れんのよ。しかしオカマはそうって言ってても女の人たちは返せないんだよ。そこがニュートラルの自分のオカマとしてスタンスの強みなんだよ。これが男のアナウンサーあたりがそんなこと言ったら、なんて失礼なとかね、失礼だって言えないんだよ。はっきりと。それはおぎままのおねえ言葉と同じように、すごい、ちょっと悪いけどずるいスタンスなんだよ。でも、マツコの場合は、
おひももと違って本当のおかまだから、ソ連が相手はもう何もうってなっちゃうんだよ。これが岡本としてのスタンスの強さなんだよ。はっきりと。ここら辺がマツコのね、こうなんかどんなこと言ってもなんか憎まれない、嫌われない、妬まれない、恨まれない。ここが岡本のスタンスの強さなんだよ。男が女がの世界どっちか入っちゃうと必ずなんか今で言うジェンダーのうるさ、ジェンダー論のうるさするんだけど、必ずそこの視点でなんかいろんな面で指摘されちゃうけど。オカマっていうのはそこないんだけど、うん、一応ね。だから森首相のさ、あのオリンピック会長の 森会長の失言ね、うん、女の人がいると会議が進まないとか失言したじゃない。あれなんかオカマが言ったらどうなのかなっていう感じ。あれはちょっと今いないけど、なんかお鍋とかね、お鍋の人が言ったらどうなのかな。まあそこは置いといて次いきます。なるほど。無欲で棒をわきまえてる。無欲で棒をわきまえてる。なんか聞いたところにと、マツコってここずっと売れててもギャラ上げてとか一切言わないんだね。去年のままで言えばよっていう。だからテレビ局とかスポンサーにとってはもうすごくありがたいわけだよ、タレントとして。お金あげなくてもいいんだもん、わけて。だから自分の無欲なんだよ。あと棒をわきまえてるんだね。うん、そんなお金稼いでどんどんマツコとか言われてたって、私はもう一人で孤独死するよって言って、人からね、同情もされないし哀れもされないけど、なんか頭が効いた人は思考停止になっちゃうな、うん、無欲で棒をわきまえてるわけで、どうせお母は一人で孤独しようってこうやって言うわけで、そうするとさ、なんかこうお坊さんみたいな感じだよね。だから瀬戸内役所とマツコの対談とかね、うん、だからそう中村うさぎだっけ、なんかやっぱり人生のね、暗部を見てる人はマツコと対談するとね、その対談はね結構弾むと思うんだよ。でまあちょっと今日はすごくマツコを申し上げたけど、この全体像がなんかマツコが嫌われない、うん、愛されるって気もいかない、うん、飽きられなくて嫌われもしないし愛されもしないけど、ちょっと面白がられて、うん、そこのスタンスがマツコなんだよ。これがマツコデラックスの魅力なんだよ、うん、今日はそこまでです。